しっかりして。しっかりしてよ。感傷に浸るのは後にして。心配しないで。生身の体。嘘でしょ。来たなアダムスマッシャー。そう、本来だったらね、あの被害はもうちょっと小さかったはずなんですけど、2個目が爆発したことによって想定外のね、あの広範囲に被害が及んだんですよね。これもね、確かね、公式で語られてます。公式の方、うん、コーポレート、あんたはただの運転手でしょ、黙って連れてって。寝過ぎた真似はやめとくのね、ヘルマン。あんたはただの運転手でしょ。いいから黙ってノースオークまで連れてって。では行くぞ。もう着くぞ。彼女はなぜ連絡してこない？何？花子のこと。肝心の君がそんなぼんやりしてるようじゃ困るよ。そもそもなぜ私が運転してるのだね。乱暴な運転ね。タイヤをダメにするよ。まったく、何なんだ。私は君の運転手じゃないんだぞ。文句を言いたいのはあんただけじゃない。いいから黙って運転して。さて、お楽しみはここからだ。荒坂社のリムジンとはいえ、検問の先には警備がいる。なるべく自然に振る舞うんだ。とにかく問題を起こしたくないならじっとしていろ。いいな。何か問題でも？いやいや。当面の間、この敷地は立ち入り禁止となっている。頼信荒坂様直々の指示だ。花子様と約束がある。いいから通してくれ。面倒なことになるのはごめんだろ。頼信荒坂様直々の指示だと言ってるだろ。おいおい、私が誰だか知っているのか？知っている。だがその女は知らん。何者だ？名を名乗れ。IOC のものだ。アバナシーがプロトコル4を発令した。ナイトシティにある全施設の安全確認を行っている。アバナシー？2日前に自殺したあのアバナシーのことか？え？そこを動くな！2日前に自殺した。最悪の展開ね。すぐに応援が駆けつけるはず。くそ、もう死ぬか！ちょっとヘルマン、自然に振る舞うんじゃなかったの？うん、うるさい。やっぱりダメだ。今度は何？この警備の中どうやってたどり着く？力ずくで突破するだけのことよ。勝手にしろ。私は AV の準備をする。花子は君に任せた。ヘルマンやっちゃったね。はいはい。私は今建物中央の寝室にいる。アンダース、あなたは AV を。でもまずは体内の警備に対処しないと。 B、 やるべきことはわかるわね。ええ、対処する。私は通信システムを妨害して警備が応援を呼べないようにする。あ、死んだんだ。ちなみにアバナシーっていうのはあの人ですね。あの第1話目で B の上司と喧嘩してた人いたじゃないですか。うん、あの B の上司が本来つきたかった役職にそいつがついて、あのすごく仲が悪いって、それでなんか抹殺しろって依頼を受けたじゃないですか。あそこで言い争ってた女の人ですね。うん、アバナシーは。で、あの人は自殺したみたい。2日前に何があって自殺したかはね、現状だと分かんないけど、なんかどっかのミッションでね、そこら辺分かるんでしょうね、きっと。うん、まあちょっと選択肢間違ってね、あのやられてしまいました。やられてっていうかバレてしまいましたね。あ、もうこれ、それじゃあ行こうか。怖いっすねこれ。もうバレてるからね。あ、やばいやばい。危ない危ない。じゃあこれはとりあえずスナイパーでやっていく？あー、ダメか。あー。
サップガーつけられればよかったけどね。これじゃちょっと勝てないな。さあ、今回初めてマロリアンズ使うけど、どんなもんですかね。おそらくね、威力は低いはずなんですよ。ジョニーが使ってたね、マロリアンは、もう完全にフルカスタマイズしてるタイプだと思うんでね。これまだノンカスタム状態だから。用心して。外にあと5人警備がいる。それと左の奥に、ヌエラーが1人。ヌエラーってあれかな？ちょっと待って。中できない？できなさそうだね。意外とバレないもんだね。一人やっても。あそこ監視カメラないんですかね。あんまつけてないのかもね。必要以上に。ここ別荘だから。プライベートな面もあるから。やばい、危ない。そこね。そこね。はい。どうすかね。すまんな。5900。でかいね。OK。暗視帯ちょっと回収してこんと。ジョニーノにね、サップつけられんかったからね。ちょっともう、これでやるしかなかった。ドンパチが始まってからですよ。ジョニーノを使うのは。それまでは、ちょっと隠密で。ペイ。OK。あ、これか。繰り返す。内部のセキュリティは異常なし。オーバー。OK。こちらは全。これが誰だ？アラサカのネットランナーか。こいつはね、ちょっとやっといた方がいいもんね。厄介ですもんね。今ちょっと大丈夫かな？中途半端にさ、連絡が切れたけど、来ないかな？そこが怖い。相手になってる！割れちゃった。あ、そこいたか。侵入に気づかれた。ごめん。彼らを制圧して。オッケー。じゃあ、やっと、ね、ジョニーの、愛獣が、使えますね。やっぱね、威力は低めですね。800しか食らわんかった、兵所でも。だからもう改造していくしかないね、今後。ちょ、待って、グレ。あいつ、埋まってんの？あ、来た。標的を。今の動作良かったね。ほら、片腕やられてるから、ね、もう片方の手でハンドガン取って、片手で撃とうとしてましたね。素晴らしい動作です。まずいな、ダメージ受けてる。わー、結局全員やっちゃったね。そこにいたんか。近かったな。意外と近かったな。そのままプールのそばに止めなさい。こうするしか方法がなかった。しっかりして。しっかりしてよ。干渉に浸るのは後にして。心配しないで。私は冷静よ。決まったな。もうちょいね。戦争が始まったのね。あ、そうね。戦争って文字通りの意味ならさすがに勝ち目があると。それは一体どうしてかしら。単純に数の問題よ。こっちはヘルマンを入れて3人、実質 2.5 人で、とにかくアラサカ前者とその軍隊が相手じゃ、どう考えても分が悪い。誰もが兄さんに従ってるわけじゃない。少なくとも今はまだね。本人もそれをよく分かってる。だからアダムスマッシャーのような犯罪者に頼らざるを得ないというわけ。何の気休めにもならない。結局数では劣勢よ。お父様は誰の力も借りず、一人で帝国を築き上げたわ。ヘルマンナイス。これいいの？このってまだ乗っちゃいけないっぽいね。さあ、はい。
全員無言。まあまあ決戦ですからね。あ、もうあの耐えきれずね、飲み物飲みましたよ。飲むにはまだ早いんじゃなくて飲まずにはやってられるかってことですね、これは。まあよしとしましょうか。他に緊張をほぐす必要がある人は？もらおうか。そうね、頭がすっきりするかも。まあ一杯ぐらい飲んでてね、脳をね緩ませるのもいいでしょうね。変ね、味がしない。ここに来てようやく自覚症状が現れたか。どういうこと？君の中枢神経系さ、もうボロボロのはずだ。やがて聴覚と視覚も失うだろう。そうだね、急がないとね。それは治せるものなの。治せるものなの。おい、答えろよ。質問に答えて。今は何とも言えないよ。きちんとした設備で調べる必要がある。じゃあ急がないとね。頼信の件が片付いたらあなたに協力する、約束よ。こん中じゃさすがに襲われないよね。他の役員もいるし。耐えて。彼女は大丈夫？おそらくは平気よ。果たしてこんなさ、意識が朦朧としてる証人の言うことをみんな信じますかね。あー、ここあれやん。これが最後の機会かもしれない。何の作戦を聞く機会よ。もしないと言ったら。花子、はぐらかさないで。こう考えて、パレードの日のあなたと竹村にはそれなりの作戦があった。でもそれは一瞬で覆り、計画は水の泡。それでも私たちは今ここにいる。なぜかわかる？時に人は真実をまっすぐ見据える必要がある。あの時私はそうしたの。あなたのおかげよ。あなたはとても誠実な目をしていた。じゃあ役員たちもこの誠実な目で見つめてやればいい。武器を携えてね。私の目で魔法にかからなかったら、もっと確実な方法を取る。そういうことね。いいえ、年中も予想だにしない展開が待っているわ。ここをね、それで？ん？ジョニーが戦った場所ですね。あの核で崩壊した後もね、中の構造は一緒にしたみたいですね。傍聴にいたことがあるけど、こんな場所聞いたことがない。もちろんそうでしょうね。ここは我が荒坂社の中でも最高機密に分類される場所なの。これってもしかして？父のオフィス、東京本社にあるオフィスの精密なコピーよ。父は世界中の使者にこの部屋を作らせたの。小物を含め隅々まで再現されている。目を閉じていても仕事ができるくらいにね。父はそういう細部にこだわる人なのよ。だった。今なんて？サブローはもういない。象徴はそう簡単に消え去らないものよ。問題なのは各派閥が今も荒坂の理念に忠実かどうか、そして過ちを認める勇気があるかどうか。私の証言に耳を貸すとは思えない。見込みはあるの、コーポレート。そうする他にない。荒坂の未来がかかってるんだから。そうする他ないでしょう。荒坂社の未来がかかってるんだから。頼信が亀裂を生み、内部は分裂状態に陥ってる。五郎はそう言ってた。亀裂、その通りね。誰もそれを塞ごうとはしなかった。あんたのせいじゃない。残念ながらそうは思わない人もいるわ。来て、
こっち？それで？役員室は最上階よね。ええ。じゃあどうして下に降りてるの？言ったでしょ、神輿には荒坂タワーの地下からしかアクセスできない。役員会議に押し入る前にもう一つやることがあるの。え？たく、なんで最初から全て教えてくれないのよ。もともと全てを教えるつもりはないわ。用心深いから。てっきり信頼されてると思ってたけど。もちろん信頼はしてるわ。だからあなたはここにいるのよ。でもさらわれた直後はまだ疑っていた。それで助言を求めたの。誰に？父よ。おっと、視聴者の人がさ、前予想で言ってたんだけど、これ、絶対今の技術だと、サブローの、コンストラクトも保存されてんじゃねえのっていうお話、コメントでいただいてたんですよ。まさにその展開じゃない？ここにサブローのコンストラクトがあるってことは、脳のね、ニューロンを焼き切ることなく、また、自分の体から、魂も抜き取られない、で、コンストラクトを保存する技術がね、成功したってことになるよね。視聴者の言ってた通りだわ。父が精巧なコピーを作ったのは、オフィスだけじゃない。え？まだ？あ、今やってんね、ヘルマンが。来た。ん？お父様。この人よ。お前は我が社から盗みを働いた。嘘でしょ。さらには娘の誘拐に加担し、今度は息子を葬り去ろうとしている。荒坂に随分と恨みがあるようだな。こんなの聞いてない。なぜ言ってくれなかったの？私に何の用よ。あんたと話す気はない。くたばれじじい、シルバーハンドからの伝言よ。これはちょっと発言できませんね。コーポレートで行こうか。こんな風にあなたとお会いできるなんて。私は以前、アラサカナイトシティ支社の傍聴。私のテクノロジーと己の愚行によって身を滅ぼす前のことか。その過ちを正しに来たの。ならば道は誤っていない。生徒氏、その狭間にガラスがある。私たちの使命はその境界を限りなく薄くすることだ。お前はそのプロセスの一部となった。感謝しなくてはな。私は自分のために行動している。感謝されても何にもならない。私は自分のためにやってる。ガラスの向こう側に行く気なんてない。大胆さと傲慢さの境界もまた薄いものだ。さて、時間を無駄にするのはよそう。準備はいいぞ、花子。始めろ。お父様。済んだわ。行きましょう。待って、ジャッキー・ウィルズと話したい。そうだよね、ジャッキーも神輿に保存されてるみたいなこと言ってたもんね。保存されてる可能性があるか。待って、ジャッキー・ウィルズと話がしたい。誰のこと？ゴローの話だと、尋問するためにジャッキーの遺体を荒坂社に持って行ったって。今のを見てようやくその意味が分かった。残念だけど、それはまた話が別よ。でもちょっと待って。話せんのかな、ジャッキーと。いける？ジャッキー・ウェルズ。
え、来た来た来た。シンカ、やっと会えたな。お袋の言ってた通り、待ってる、いつかいいことが起こるもんだ。来たわ、ジャッキー。皆さん、ジャッキー復活です。コンストラクト。まあ、魂でのね、復活ですけど。信じられない。ジャッキー、信じられない。さすがは、帝王の息子だな。前に会ったこと、何か思い出せる？いよいよメジャーリーグだ、チーカ。あのアフターライフの太っちょブラックジーザス。正真正銘の大物、デクサーでしょと仕事だぞ。これは本物のジャッキーじゃない。ジャッキー落ち着きなって。あんたに俺が言いたかった。ずっと、あんたにお礼を言いたかった。あんたのこと頼りにしてたんだ。ウォッカのロックにライムジュースとジンジャービア、そして忘れちゃいけない愛情だ。このジャッキーはあれだね、あの魂を持ってないわ。ただの記憶だわ。ミスティがずいぶん寂しがってるよ。ああ、ミスティ、なあビー、その悪いんだが、ちょっと車を借りてもいいか？ミスティとデートなんだよ。メトロなんかで行ったら格好がつかないだろ。これは本物のジャッキーじゃないですね。ただの記憶、意思がない記憶。よくわかった。本物じゃない。アフターライフで待ってるぜ。望み通りの結果は得られた？分かってて見せたのね。だからさっき言ったでしょ、話が別なんだって。確かに別物だった。では先へ進みましょう。死んだ人間からは記憶しか取れないみたいだね。魂の抽出、意思をね、持ってる。ジョニー、今やめてやめて。石を持ってる魂を抽出はできないみたいですね。不明な点でもあった？まずいな、先に神輿に連れてってくれないんだ。あともう少しよ、 B。 持ちこたえられる？先にそっちやってもらった方がいいんだけどね。体がどんどん弱ってく。急がないとまずい。ええ、そうね。大丈夫かな。ここが正念場よ。役員はあんた側？ある意味ではそうね。どういうこと？私と私の金、どちらに忠誠を尽くすつもりでいるのかはわからない。どっちもそう変わらないんじゃない？はっきり言ってくれるのね。だから私がいるんでしょ。動機はどうあれ、重要なのは私たちと一緒に戦ってくれるかどうかね。それはあくまで最後の手段よ。役員会が敵に回るならそうするしかない。もしそうなったらね。そうなったら私が連中に対処しろってこと？武器の用意はしておいて、それと指示するまで一言も喋らないように。たとえどんなことが起きても私を信じて。あ、後ろ護衛か、びっくりした。島一つに過ぎない。なんか後ろから来てるなって思ったんですよ。住んでる島よ。周りに他の島が腐るほどあるだろう。そこに移住させればいい。ホストが飾っ証言する。遅くなりました、申し訳ありません。花子、どうしてここに？我が兄はどこにいるのです？先に始めていろとのことだけど。なら始めましょう、彼抜きで。何をです？頼信を荒坂社 CEO の座から引きずり下ろすのです。は、今なんと。
何をしてるんです？その先は花子様、ご説明ください。 B、 あなたはここよ。私を一体何だと思って。悪いんだけど、どいてもらえる？一体何なんだ。失礼。頼信は父を殺し、その死を口実に世界中で戦争を始めようとしている。あなたたちは皆そのことを知っていた。面白い。バカげてる。出ためにも程が。まったく、証拠もなしにどうやって信じろというんですか。ここに目撃者がいます。本当よ、この目で見た。全員頼信に騙されてるのよ、コーポレート。あんたたちは真実を調べようとすらしていない。サブロー・アラサカが殺されたっていうのに、あんたたちは死因の調査もしなかった。だからお前は何者なんだ。ここの元社員よ。アバナシーの部署にいた。 CEO が死んだにもかかわらず、あんたたちがやってるのは責任の放棄と転嫁。いつからそんな会社になったの。事件の目撃者がここにいるのよ。証言を聞いて頼信の逮捕に乗り出すのが筋でしょ。なかなか面白い話ね。だけどどうせ証拠はないんでしょ。今の証言で不十分だというなら、父の言葉を聞いてもらうしかないようですね。何？あ、これがね、最大の見下げ果てたやつらめ。あ、荒坂様。赤子のようにまんまと騙されたか。日和見主義に走ったが、いずれにせよ彼にも役員である者たちがなんと情けない。こんなものに我々が騙されるとでも。トリックだろう。マヘッド、お前がミリテクとの全面戦争を憂慮していた時、私はこう言ったはずだ。お前には三つのものが欠けている。自信、知性、そして根性だ。見たところあれから何も変わっていないようだな。本物だ。おじい様、いかがいたしましょう。花子の指示に従え。花子の発する言葉は全て私の言葉同然だ。意義のある人は？何が起きてるの？どうやら納得していない人がいるようね。ロックダウンされてる。クソ、花子、これはお前の仕業だな。檻の中のネズミのようにここに閉じ込めて共食いでもさせようというのか。今のはこいつの他にもゴロツキどもを連れてきたんだな。花子、どうなってる。襲撃者が来ていたみたい。あれ坂のね、舞台かと思ったんだけど違いましたね。危ない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 。待て待て待て。終わり。こいつは誰？こののんびり歩いてきてるやつは。兄さんは私たちに対処する気や。あ、ゴロツキじゃないわ、社員だね。うん、こいつら。アラサカタワーを掌握する。あなたは兄を見つけ出して、エレベーターでアトリウム上部に行って、頼信がいるフロアに通じてるわ。生きたまま捕らえるのよ。ん？この後に及んで。私の兄であることに違いはない。髪の毛一本でも傷つけたら取引は解消よ。ええ、始めなさい。ほとんど殺されましたね。それでいい。兄の部下が一人残らず降伏する。え、これ待って、一人しか生きてなくない？だよね、役員一人しか生きてないよ。あと全員死んでる。
もうちょっとね、生き残るかと思ったんだけどね、護衛もいたから。一人だけだった、美智子一人。そういえば、ヘビーマシンガン使ったことなかったよね。せっかくだから使おうか。弾切れたら捨てればいい。ヘビーマシンガン。お、危ない危ない危ない。あ、走れない。ヘビーマシンガン持ってたら。花子の最終。アトリウムとエレベーターがある。気をつけて。このフロアで戦闘が起きてるようよ。問題発生よ。連中がエレベーターをすべて停止した。こちらですぐに制御室を奪い返す。3階中央のエレベーターに向かうのよ。急いで。バレたね。暗いほら。聞くやろ。聞く。遅く。聞いてる。早く壊れろ。こいつらさえ壊れればドアどうにかなるから。こいつらっつこのロボさえ壊れれば。ふい。当たって。よし。あとはいた。ふい。聞くやろ。おら。消し飛べ。粉々に。腕がちょん切れたようだな。気をつけろ。あと一人かな。逃がさんぞこら。これあれだろうね。あの、荒坂タワーが襲撃されたっていうどさくさに紛れて、役員たちも殺すっていう魂胆でしょうね。不良の事故っていうので、終わらせようとしてるみたい。よし。急げ。ロックダウンは解除された。警戒して、頼信の手下が配置についてるはずよ。制圧が完了したら私もそちらに合流する。はい、すぐにネットランナーがサポートにつくわ。花子よりのね、ネット、うわめっちゃいるやん。これ全部やってくれんのかな、ネットランナーちゃんが。どうした。あ、結構減った。ネットランナーが潰してくれたみたい。花子のね、警備を片付けた。その先の大きな部屋に兄が用意した精鋭部隊が配置されてるはずよ。油断しないで。ドアはネットランナーに対処させた。先に進んで。ありがとう。止まるわけにはいかない。生身の体。来たなー、アダムスマッシャー。やばい、こんなとこでアウトはね。あんだけ打って4%しか減ってないみたい。早っ。危ない。中心丸でやるか。近接戦闘。はい。よーし。あれ、これ強えな、中心丸。小田さんナイス。小田さんナイス。あれだよね、 HP が、そう。HP が多分2倍差あるから、倍ダメージを受けてる感じだよね。あ、ダメ、スマッシャー、やば。何かわすねえ、かわしきれんやろ。あ、待って、あいつらやるしかねえ。ていうか、近接の方が良さそうな気がする。バンバンかわしてくるから。おい、よいしょ。いや、小田さんの武器がすごい輝いてる。アダムスマッシャーか、あれ。あいつも片腕ねえからな。うれ。逃がさんぞ、アダム。お前、何逃げちょって。危ねえ。はい。もうちょい。逃げてる。アダムが逃げてる。あのアダムが逃げてます。それきつい。あっ、おお、怖え。後ろ見たくないな。あえさ、味方も巻き添えにしてる感じだよね。味方も巻き添えにしてる感があった。つえー、この武器最強の刀ですね。スマッシャー逃げてる。しょ、これ属性武器だったね。電気ダメージ受けてるよ。さあ、残りはお前しかいないぞ、スマッシャー。待っとれ。
片腕ない状態でどこまで私と対等に戦えるかな。この中心丸で成敗しちゃるわ。やばい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 。ほら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 、無防備じゃ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 、キレ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 、すんげえ食らってるすんげえ食らってる。いてててて、もう勝負はついてる。お前がな、お前のお前の方がね、負けるという結末が待ってるぜ。あ、最後だから、そうだね、ジョニーの武器でとどめさそうか。うん、あ、そうだね、ジョニーの武器でとどめを誘おう。ジョニーがね、報われます、これ。壊れたね。これは痛みか。長らく忘れていた感覚だ。おい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 、あと10パー。え、めっちゃボロボロなんだけど。スマッシャー見て、ターミネーターのラストぐらい、ターミネーターのラストみたいな感じ、うん、終わりだ。やった、スマッシャーともおさらばね。やったスマッシャー、見てこのボロボロ感半端ないよね。すんげえピクピク言ってますよ、ピクピク。うん、よく倒せたわ。ジョニー、これだけ痛めつけりゃ十分。どう、ジョニー、スクラップにしてやったよ。これで十分でしょ。スマッシャー、二度と私の前に姿を現さないで。これは撃つべき？撃って終わりにすればいいのかな。撃とうか。見てるジョニー、敵は撃ったよ。しっかりとどめさせてやりましたよ。じゃあな、スマッシャー、あの世で今まで殺した奴らに懺悔しろ。私は頼信に用があるんだ。このまま行くぞ。いや、マジで刀強かった。ほんと、取っててよかったね。まずい。もうすぐ。つく。こっちもよ。忘れないで。髪の毛一本、傷つけてはダメよ。はいはい。あんたのお楽しみは取っとく。悪？開いた。どこいるかい？チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。